カミのスープ瞬殺でいこうか。やだー。まあ俺たちストリートファイターみたいになればね、もういけるよ。ブランカです。チェンリーです。リュウです。レガです。ゲンです。最後クイズは終了。カミのチャンネルです。よろしくお願いします。スープじゃねえ。クイズファイターだ。あ、そうかそうか。スープじゃないやつ。じゃあゲンね。ゲンか。なんかあの2つの術を使い分けることができるからね。ね、いや俺たちの力を持てばいけるんじゃないですか。はい、と思います。はい、ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し回答者がイエス、ノーで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームです。最終的に出題者が想定した真相を突き止めることができればクリアとなります。さあ、ということなんですね。ストリートファイターの皆さんには、ウミガメのスープをゴリラに、はい、ラウンド4までやります。あ、ラウンド1、ね、ファイツって始まるのか。いつも99秒だからさ、もう5分だからね。長いよ。長い、そんなにいらないストリートファイターの世界の秒間ネットで考えてないの。今回特別に5分で、ね、はい、やっていただきます。ラウンド1 ファイツ一つなんだよ、じゃあやっぱピーティオネーム、C さん、プトミさん。C さん、プトミさん、あれこの方、エティさん、採用歴はあれはすごいな、もうなんかこんなことしなきゃいけなくなってくるの、最後に。まだでもね、バリエーションがありますからね。まだありますね。こんちゃ、三河屋ですという問題です。すごいな。サブちゃん、サザエさん家のね、向かって口にサブちゃん来るやつだ、はい、うん、男は注文していたものが思ったより早く手元に届いたことでショックを受けた。一体どういうこと。注文はネット注文ですか。いいえ。口頭で注文しましたか。いいえ。特定の食べ物ですか。いいえ。電話しました。いいえ、じゃあその僕は注文内容を文字に書きましたか。いいえ、男は大人ですか。関係ありません。注文に声は使いましたか。いいえ、じゃあ、何か人に対して注文を伝えてますか。いえ、なるほどね、注文していたものっていうのは商品と言い換えられますか。いえ、クリスマス関係ありますか。いえ、行事関係ありますか。いえ、届いたものは手で持てるものですか。はい、家に届いたですか。いえ、じゃあ男の目の前に届きましたか。はい、じゃあゲームかスポーツしてる。はいかな。じゃあゲームしてる。いいえです。スポーツしてる。どちらかというとはいかな。あ、そういうことか。外にいますか。外と言えるかどうか怪しいですけど、どちらかというと中寄りの外というか、外寄りの中というかぐらいです。なんかスポーツに関するものが手元に届きました。はい、手で受け取ったって感じかな。いいえ、パスを受けてる。いいえ、男は観客。いいえ、スポーツ用具ですか。はい、じゃあ男はスポーツ選手。あんまり違うかなって感じです、てか男は運動その時しているか微妙なんだっけ。運動はその時しています。いますね、なるほど。それ特定のスポーツしてる。特定のスポーツをしているかといえば脳に近いんですけど、まあ脳だと信じすぎるのもよくないから。じゃあなんか走るみたいなことをしてる。走るみたいなことはしてない。じゃあ体は止まってる。その時止まってます。止まってる。と手元に届いたっていうのは誰かが届けたってこと。人が届けたというわけではないです。現実の話ですか。はい、注文は何々してくださいっていう注文ですか。いいえ。運動会関係あります。いいえ。球技が関係あります。球技は関係あります。野球ですか。はい、野球関係あります。注文はサインですか。いいえ。3分経過。野球の試合中の出来事ですか。いいえ。じゃあ野球の練習中。はい、とその練習をしてるのね。はい、でそれは、バッティングの練習をしてる。はい、じゃあ打席に立ってるでいい。
まあ、はいかな、うん、注文してるのはボールですか。はい、うん、ピッチャーに対して投げるように要求してる。いえ、うん、ピッチングマシーンがいてある。はい、この男はピッチングマシーンでバッティング練習をしていたんですが、自分が思っていたスピードよりも球速が速くて、うん、ボールをうまく打てなかったのでショックを受けた。ショックそういうことね。なるほど、はい、野球部の男は練習のためにバッティングセンターへ向かった、うん、マシーンから自分の指定した速度の球が放たれたが、自分が想像していたよりも速く感じるため、うん、より一層努力すると決意したんだったという問題ですね、うん、なるほど、だから注文の方法が口頭でもないし文字で書いたでもないし難しい。何キロのストレートみたいなことだったんだ。そうか、なるほど。よくひらめかれました最後、うん、はい、いけました。ピッチングマシーンはもう最後のキーでしょ、うん、なるほどなるほど。いやすごい、なんか全てを聞いて、じゃあ私はその前からなんかボヤボヤも出来上がって完成しました最終面でやっぱりサガット倒れた後にガシャンって待って四天王のボスですからね。やっぱりすごかったですよ、よかったよかった。時間は3分48秒よし、ナイス。シーさん、ありがとうございます。いい名前じゃあ本日第うん、汗だるまさんから。いや、 いやそれはなかなか自分でつけない名前だよ、すごいね。清く正しくという問題です。あ、いいタイトル、すごくいいタイトルだ。そうだ、いいですよ、本当だよ。男は世間体を気にするあまり赤信号を守るのがバカらしくなってしまった、なぜだろう。赤信号を守るというのは赤信号の時に渡らない、走らないということですか。はい、あ、そういうことなんだ。じゃあそれ歩行者として。はい、うん、ここは、じゃあ横断歩道がありますか、その場所。まあ、そうでしょう、うん、あると思っていいと思います。場所は日本で考えていいですか。いいです。うん、これ男以外の登場人物出てくる。いえ、男は成人男性と考えてよい。いいですよ、うん、歩行者用の赤と青の信号をイメージして考えていいですか。いいですよ。うん、じゃあその後男は赤信号を無視して渡ったんですか。ね、解説には書いてないんですけど、多分渡ってないんじゃないかなと思います。そこ自体は重要ではなくて、なんでこう思ったか、うんうん、世間体を気にするっていうのはその周囲の目って感じでいいんですか、考え方として。はい、うん、じゃあ周囲に人がいたと思っていいですか。関係ないです。と、馬鹿らしくなった瞬間で信号の前にいました。うん、いました。もういたんだ。で、じゃあ他の誰かを見たわけじゃないんだよね。別に他の人が出てこなくていいから。はい。と、信号機を見て思った。まあ赤信号を見て思った。うん。その男は特定職業ついてますか？関係ないです。と、壊れてます信号機。いいえ。なんか押しボタンと関係ありますか？関係ないです。その車が通っていったのが重要ですか。あんまり重要じゃないですね。うん、赤信号を守る必要がないって思ったんですか。いいえかな。それ現実世界の出来事ですか。現実でもまああるかもねって感じです。こう思う人がいても僕はおかしくないなと思って出してます。なんか勘違いとかしてる。してない。信号無視をしようとしたってこと。信号無視したいなと思ったんでしょうね。で実際はしないかもしれないんだ。まあしないかもしれない。誰か守ろうとしてますか。いいえ。なんかその信号のマークとか関係ある。いえ、リコはこれ同じ気持ちになることある。俺はあんまりない。我々もあんまなさそう。分からん。分かんない。なるほど。急いでますか。まあ、急いでるというわけではなさそうですね。なんかどんなシチュエーションでその信号の前にいるかって決まってる。はい。何かに向かってる途中。いえ。帰りの途中とか。いえ。スポーツで関係ある。全く関係ないとは言わないんですけど、まあなんか特定のスポーツが関係あるかというと脳になるかなって感じですね。乗り物関係ある。の。なんかトレーニングとかだけある。あります。ランニングしてる。はい。してるんだね、やっぱ。それなんだけど、そのランニング中に赤信号で止まるってことが関係ある。はい。うん、あ、じゃあはい、一回答えます。はい、男は世間体を気にして、スリムな体になろうとランニングを始めたが、
深夜とか早朝にランニングをするので車は通っておらず信号を待つのがバカらしいと思った。スタートリュー。そういう仕組みね。なるほどね、なんか面白いですね、世間体を世間体をしてるか、そうか、信号に関する世間体じゃなくて、世間体的にこう背景の話だったってことね。ほらね、世間体を気にしたら信号を守るのがね、当たり前なんですけど、なぜかね守りたくないと思ってしまったんですよね、という問題です、なるほど、はい、男は最近体型を気にしてランニングを始めた、せっかくのランニングが信号に邪魔されてしまうので一層赤信号を渡ってしまいたい衝動に駆られたのだったという問題ですね。なるほど。時間は3分15秒。よいしょ。当てになるよ。あれランニングしてたのかもしれないね。ありがとうございました。ありがとうございました。では本日第3問、はい、キャロさんからいただいた問題です。キャロさ ん, キャロさん、この方は採用歴はあります。それすごいよな、さっきとちょっと違うよな。それすごい労力すごいよな今回マジで。本当にさ、断捨離という問題。おお、いいね断捨離。おしゃれ。女は覚悟を決めて1年ぶりに男と会話をした。その結果ゴミを半分にすることができた。一体なぜ。ゴミは家の中のゴミだと思っていいですか。まあ、はいかな、それゴミ袋に入ったゴミですか。いいえ。2人は親子ですか。いいえ。とことんのは知り合いですか。知り合い、知り合いっちゃ知り合いか、男の職業は重要ですか。はい。女の職業は重要ですか。いいえ。じゃあ女はお客さん。はい。なるほど。医者とかじゃなくて。違います。会話をするっていうのは対面して会話した。はい。あ、じゃあお店に行った。はい。あ、なるほど。飲食店関係ありますか。いいえ。じゃあ何かを買いに行った。いいえ。美容院関係ありますか。はい。いいね。おお。ゴミっていうのは何だ。髪の毛のゴミですか。はい、なるほど、分かったよ。じゃあ、はい。女は長い髪を覚悟を決めて1年ぶりに美容院に行きバッサリ切ることを選択した。その結果家の中で落ちる髪の毛の長さが半分になったので結果ゴミが半分になった。スタート。面白いね。なるほどね。美容師との会話を苦痛に感じるため美容室が苦手な女。なるほど。伸ばし続けて傷んだ髪を見て覚悟を決め1年ぶりに美容室に行き半分ほどバッサリとカットしてもらった、その結果お風呂場の排水口にたまる髪はそれまでの半分の量になったんだったという問題です、なるほど。すごいね。抜ける本数は変わらないけど抜ける長さが変わることによって質量半分ってことだもんね。量は半分。いや面白いねそれ。納得だ。すごい。1年ってすごいですよ。でもいやすごい、中身の中身にすごい感情が入ってそっか、女性の1年ってやっぱりすごいってことだ、ね、切らなきゃ切らなきゃと思いつつ1年気持ちもわかる。その会話があったやつのも美容室の方との会話自体が苦手っていうのも含んでたわけだ、なるほどね。なるほど。最近なんか会話なしのオプション選べるみたいなやつをなんか見たんですよ。それで気にかけましたね。ああ、美容院ですかはね、いい質問ですね。時間は1分1秒。あーあー、争った。争った。キャロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さすがの問題。では本日第4問。よくわかったね。一つのオープニングで街で人殴ってるところから上がってってストリートファイター2って出てくるところからよくわかったね。4問目でオープニングをやったんそうなんですよ。これが今日はね4問目に持ってきたかった行動ですよね。よかった。チョビットスネークさんからいただいた。あ、ソリッドスネークじゃなくてね、ビットスネーク、はいはい、ちょっとだけ潜伏がうまいみたいな。ダンボールもちっちゃめ。ちっちゃい、ね、悪魔の契約っていう。なんだそれは。急に怖い。可愛くないですよ、こっちは。夢を見て契約を交わした男は危機として帰る直前にその契約を破棄することを決めた。どういうこと。
その契約ってのは約束と言い換えられますか。うん、家かな。契約を交わしたのは夢を見た後。はい。夢を見たって夜寝てみる夢。家。あ、じゃあ将来の夢みたいな。まあそれに近いですかね。その契約っていうのはなんか書面を交わしたんですか。はい。帰るっていうのは契約を交わした場所から帰る。はい。それはお店と言える。お店とは言えないですね。なんか学校関係ある。いえ。男は大人ですか。はい。男女は関係ありますか。あります。じゃあ男でなければならないってこと。はい。この主人公はね。はい。指輪は関係ありますか。指輪は関係ないです。契約の相手は女ですか。契約の相手は女ではないです。ではない。なんか結婚とか婚約とか関係あります。いいえ。うん、なるほどね。じゃあ、スポーツ関係ありますか。いいえ。じゃあその契約っていうのは自分の仕事に関する契約ですか。いいえ。おー、違った。なるほどね。その契約をした場所は決まっています。決まってます。外ですか。いいえ。建物の中ですか。はい。役所ですか。いいえ。病院ですか。病院です。お、やるじゃん。お、男でしょ。じゃあ男は何かの病気の治療で来てますか。まあそうですね。契約を交わした相手は医師ですか。はい。出産関係ありますか。いいえ。手術関係あります。いいえ。とそれは医師と治療の約束を交わしたってことでいいですか。はい、そうです。増毛は関係ありますか。はい。はい。薄毛の治療で病院に行って、その契約をしようとしたんです、増毛の、はい、でも帰る直前にお医者さんがハゲてたなってなって契約を破棄した。おう、スタート。すごいね。その最後の距離まであったぞ、ゴールまで。なんでできんの。すごいシュート。スーパーロングだね今。待って待って、自分の増毛できとらんやんけ。あー、はいはいはい、やめとこうってなったのかな。なるほどね。すごい今のは、はいはいはい、ちょっとびっくりした。はい。男は病院で AGA 治療の契約をした、うん、去り際に医者がお礼を言うためお辞儀をしたところ、頭頂部が薄いのを見てこの人の本当に大丈夫かと不審に思い治療をやめる判断をしたのだったという問題です。あ、そういうことね。なんで分かったんだろう。そうですね。なんで分かったんだろう。まだだいぶ距離あるすごい。でも一気に AGA だわってなったんだよね。そうですね、だわもう分かったわ。AGA だわ。誰だよ。沢口靖子さんの顔して言ってました。科捜研の科捜研のモモが AGA だわなってましたね。なりました。いやでもすごい、今日髪の毛の問題多いです。あ、確かに確かに。髪を切ったり、神かね。神回です。3問目で切った髪をこうね、こう増毛にこう使っていけばねちょうどいいんですけどね。確かに誰もそんなこと思ってないよ。思ってました、ちょうど。思ってましたね。半分の長さをここに持ってくればね。時間は2分1秒。よし。ナイスでした。ファインプレー。ちょびっとスネイさん。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ本日4問やって、ザコさんがいい。やだやるね。やりますね。スト2集団、いけますね、これ。いけますね、本当ね。ゲームも頑張りましたね。いや、本当に。ゲームも頑張ってたよ、本当に。そうそう、スト2じゃないって言いました、ごめんなさい。いや、ゲームはスト2じゃないでしたね。いやでも最後、ベガが決めた試合もありましたからね。うん。よかった。えベガ、こんなのしたベガ、なんか帽子かぶってます。ベガ、これありますよね。あります、あります。他のポーズはちょっと忘れましたね。忘れましたね、確かに。いや、よかったです、本当に。じゃあまだまだ問題の方を募集しておりますので、概要欄にある以降の Twitter の DM までオリジナルの問題をお送りください。さあそしてカプリティオからはこちら、ウミガメのカードゲーム 1,2,3 が絶賛発売中です。そんなにディレイで出ねえんだって同時なのよほぼほぼということでね、 1,2,3 が現在発売中でございますので、ぜひ皆さん遊んでみていただきたいなと思っております。と今から買う人は3-2-1って買うと、うん、なんか思んないと思うのでおすすめしないです。初めて聞いた。そのなんか3から買っていいことが1個も別にないので、うん、いいんだけど、うん、1からの方がなんとなく良さそうなんで、はい、いや3だけで、3だけでもいいですよ。すごいな。2だけでもいいけど、3-2-1って買うのだけがなんか
なんでってなりそうなんで、なんでってなるからね、あの気持ちよく1から買っていただければと思います、はい、以上本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。